今日は下北に来ました。久々かも、うん、普段はよく来るって言ってたもんね。そうね、でも最近あんまりだよ。下北で何するの？あ、今日行きたいとこがあって、はい、あの古着屋さんなんだけど、うん、お友達が働いてるのもあって、うん、下北で来るのは、うん、本当にこのお店くらいで。あ、そうなの。このジャケットもね、そこで買ってめっちゃ気に入っているんだけど、すごいね。メンズが多いけど、でもレディースもありつつ、そうユニセックスで、どっちも着れる感じかな。じゃあ今そのお店屋さんに向かってるということですね。はい。あの2つあって、うん、こっちがロイルで、こっちが何だろう、聞いてみます。こんにちは。こんにちは。あ、友達のゆうきくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今結構もうパンパンな状態、弁当。あ、そうなんだ。そうそう、結構前来た時よりも多分詰まってる感じが。これお二人はどういうところでお知り合いになったんですか？幼馴染です。そうそう、あの中学生ぐらいからなんか近所の友達で、そうね、まあこの仕事を始めたのが最近なんで、それでなんかあの始めてよって言ったら来てくれて、ね、ちょっと最近あんま買い物してなかったから、いろいろ着てみたい。うん、もちろんもちろん、全然ガンガンちょっとリメイクも作ってるんですよ。あの古着だけじゃなくて、あの辺のこう、そう、花柄とか、これとかはうちこのノイルっていうところのリメイクで、ここでしか作ってないような、あのこの間私もゲットしたんですけど、そう、同じような、なんか MA1 のブラジル系、そう、MA1 になってて、この表面にこれなんていうの、こういうのなんか縫ってある、編んである、編んである、なんか狙ってるものっていうか、うん、あるんですか？なんだろう、パンツとか欲しいけどな。それこそなんかメンズのとかを、かわいい。これのパンツリメイク、アップサイドダウンって言って、これすごい。あれ？あのこうベルトというか、あれ後の部分逆をつけてるの。そうするとフレアになる。うんうん。へえ、かわいい。本当だ。いろんな色もある。かわいい。なんかそれをメッツ履いてズルズルで履くみたいな、ヒール履いて、かわいいね、好きだわ。へえ。なんか注目の商品はあるんですか？こっちだとそのリメイクもの、うん、この辺、まあ、そのさっき言ってたパンツとか、うんうん、あれとか、まあ、それこそボロとか、あー、あ、ボロちょっと見たい。あとジャージめっちゃいい。あ、ジャージいいね。ジャージが、ジャージ私持ってないんだよね。どういう組み合わせしたらいいんだろうね、ジャージ。なんかボロのスウェットとかが、まあ、これか、これ、こういうこのさ、ボロの、うん、この中にジャージ着たりするようなスタイル。中に着る。そうそうそう、インナーをで、この上からボロをこう合わせる。あとはジャージ、まあ、トラックジャージの上にジャケット、羽織ったりとか、ジャケット、うん、それかわいいね、かわいいね、中にジャージ着てる。なるほど、その落差が、うん、抜け感ってやつ、抜け感。一番手前だったのがリメイク。あー、かわいい、絶妙なボロボロ感、うん、
面白いね、うん、すごいね、重いあー、かわいい色合いだ、スウェードだ、あったかそう、なんか隣も、そうなんですよ、うん、でこ10月、去年の10月ぐらいに隣の店がナンバーファイブっていうのがあって、でこっちは全部ウェブに商品も並べてるんだけど、向こうのは、年代物とヴィンテージが多くて、うん、で一切ウェブ出してないっていうような感じ。またなんかちょっと雰囲気が、ね、なんか向こうの方がポップで、こっちの方がちょっと古着らしいというか、カラーリングもすごくこう古着らしいから、ね、でこっちはレディースをやってるんです、うん、向こうは全部ユニセックスで、うん、わ、ニットめっちゃ可愛いじゃん、わ、これ超可愛い、ボタンがあれ、かわいい、メダルになってる、メダル、本当だ、うん、でどこで止めても大丈夫なの、それかわいい、やば、色がすごい絶妙にツボ、俺昨日よく好きそうだなと思って言ってしまう、マジでマジでバレてる、かわいいっすな、かわいいな、なんか出会わない、うん、やばいな、かわいくない、来てきたみたいな メンズの子もさ、男の子もなんか着たがって着るんだけど、うん、男の子だったらなんかアームホールとかが細かったりとか、うん、あんましなんていうのサイズ感的にあれだね、女の子のお客さんが全然着てるんだいいのがなかなか着てくれないかちょっとあの女の子ぜひ着てください、あってますって、でパチッと閉めて、でそんなに細くない、さっきみたいにミリタリーパンツ合わせると、うん、かっこかわいいかなと、こっちも色変えた、絶対自分じゃしないもんこの発想がない、よし、大丈夫かな田川さんの方がドキドキしてるって、いやいや、これは別に何ですかねそうですね、そんなに、何ですか、そんなにやってないそうです、何もやってない、好きだよ、これ、私、どうぞ、はい、とりあえず、はい、できましたこんな感じに、かわいくない、うん、かわいい、すごいね、ミリタリーパンツが、うん、まあ、具物が結構男臭いから、うん、まあ、ジャージを中着て、色を入れて、抜いて、うん、ちょっとこう、モヘアとかカーディガンを合わせて、ジャージインナーに使って、ジャージインナーがすごいいいわ全然してこなかったけど、かっこいいねジャージでもかっこいいよ、すごくすごい使いやすくて、このパンツもめっちゃ可愛くて、ね、ね、まあ、普通にこれはパンツが可愛いから、まあ、これに T シャツタックインして、うん、夏はとかそれだけで決まる、ああいいね、夏 T シャツに着たいわ、そうそうそう、やっぱりそんなになってるの無駄なことし、あのいろいろこうガチャガチャさせない方がかっこいい、これかわいい大丈夫、着せられてる感ない、なんかね、ちょっとあのいつものシルエットの感じではないから、うんうんうん、なんかこう見慣れてはないけど、そうそう、こんな感じで、うん、かわいい今のか、まあちょっとメンズライクなこれやばいね、俺これであれですよ今のがメンズライクなスタイリングだったとして、もうちょっとこう女の子よりガーリーな感じのスタイルも見てみていいですか、はい、可愛い感じで、全然可愛くなくてもそれが十分可愛いのすごい、決まりました、はい、行ってきます、あ、こんな感じです、うん、かわいいじゃん、かわいいですね、着方合ってる、うん、いい、抜いた方がいい、うん、まあ、若干抜き、かわいい、このスカートかわいい、ほんとだ、てかサイズすぎる、めっちゃシルエットも良いです、これ、ま
それも難しいです。アウターをちょっと可愛いから、うん、まあ、なんかそんなシンプルにして、うんうん、アウター見せるようなスタイル、うん、まあ、これやっぱそうだね、いいね。このアウターが、まあ、さっき紹介した、うん、あのリメイク、うん、NA1 を逆抜きにしてそのまま、まあ、そのラグみたいなのを貼り付けて、まあ、普通のところじゃ私あとこの靴がすごい好きだなすごいミリタリーと合うね。これね、私も持ってるけどめっちゃあったかい。いいっすね。え、どうしようかな。このさっきパンツ欲しいなって思ってたけど、このスカートも可愛いな。サイズめっちゃいいね。何か買うんですか。見ました、こちらの一目惚れニットと一目惚れニットと、ミリタリーのパンツ。さっき試着してた。試着してた。いや、来るときは今日は買わないんですって。見るだけ結局な。いやでもほんと来るたびにこうツボのものがあって、来ない方がいいかもなるほどありがとうございます。ありがとうございました。いい買い物できた、うん、また適当にありがとう。ありがとうございます。お邪魔しました。連絡してよ。はい。マジで行くんだよ。はい。イエイ。いや、いい買い物が。スタッフさんも、ちゃっかり。内緒ですけど。いいものが買えました。高田さん、本当いい人たち。よかった。ぜひ、気になった方は、ノイル来てください。